はい、お願いします。では試合へと目を移しましょう。本日の試合は FC バルセロナ対チェルシーのマッチアップです。堀池さん、スアレスの特徴を教えてください。前の試合ではハットトリックを決めましたね。今日も自信にあふれているでしょう。活躍を期待しましょう。こちらがバルセロナの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。こちらがチェルシーの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。このカンプノーというスタジアムですが、新しいスタジアムという意味だそうですが、すでに作られてから50年以上経っています。とはいえ今さら名前を変えられても困りますがね。ルイス・スアレス、さあ突破しましたよ。ディエゴ・コスター、ゴール。試合開始後最初のシュートがネットを揺らしました。いやー、抜けてきますか。あそこゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。イニエスタ、さあバルセロナの選手の動きが激しい。シュートに行けるか。コーナーキックはバルサです。ディフェンスが踏ん張った。ゴールは割らせません。緊張の場面でしたね。コーナーキックのチャンスはバルセロナ。イニエスタ、ジエゴ・コスタ、ウィリアン、ボールを持って中に入る。ジエゴ・コスタ、シュートは外れて天を仰ぎます。今日は1点取って気持ちが乗ってますから、どんどん打っていった方がいいと思いますよ。ここにいます、イニエスタ。クロスが上がった、スアレス。これは惜しい。ヘッドは浮いてしまいました。まあいい形でしたから、次は決めるでしょう。ボールは現在 FC バルセロナ、ダニエル・アウベス。中盤でボールをカットしました。メッシに注目しましょう。マスチェラーノ、ラキティッチ、イヴァン・ラキティッチ、かわした。さあどうする。外に出てスローインになります。チェルシー、ネマニャ・マティッチ、
ファブレガスです。マシェラーノが抑えます。ジョルディ・アルバ、セルジオ・ブスケス、これはダニエル・アウベス、ナキティッチ、ネイマールがいます。うまく届きますか。ボールパーソンからボールが渡されて、ボールキックからのリスタートとなります。ボールにはファブレガス、ペドロ打ってきた、素早く詰めたい。チェルシーからのスローインでゲームが再開されます。ウィリアム、ディエゴ・コスタ、ディフェンスに当たった。外に出てスローインになります。チェルシー、ウィリアム、狙っていった、惜しいシュートです。ヤリー・ケーヒ、ペドロ、味方を有効に使いたい。綺麗にボールが走っています。ぶつかり合っています。このファールはバルセロナですね。壁が少し前進していますよね。クロスバーを越えていきました。シュートを吹かしてしまいました。ジョン・テリー、ウィリアム、これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。ナキティッチ、スアレスへのパスです。キーパー前に飛び出してセーブしました。いい判断でしたよ。そのまま返します。ペドロ、アスピリクエタ、マティッチ、ゴール、ゴール、ゴール。互角の競り合いになると思われましたが、一方が攻める展開が続きます。シュート数にもはっきり現れていますね。これだけ狙えば点も入りますよ。ここにはイニエスタがいました。セルジオ・ブスケス、ダニエル・アウベス、このボールはキーパー、そうですね、ここで交代となります。この間にこの選手がゴールを決めた瞬間の映像をご覧いただきましょう。ボックス内で冷静に右を狙いました。
スアレスのところに行きました。スアレス、セスク・ファブレガス、ダニエル・アウベスのところに行きました。チェルシーにファールがあったようです。出てきたカードはいきなりの赤、レッドカード。で退場です。はい、これは軽率すぎましたね。このプレーがチームに及ぼす影響は計り知れないですよ。スコア、チェルシーのリードで後半開始です。残りは45分、キックオフです。ガルシア、リオネル・メッシー、この選手がスアレスです。メッシー、これはもったいない、ボールを失いました。このプレーはホイッスル、チェルシーにファールがありました。さらにレッドカードです。これでピッチからまたも選手が去ることになってしまいました。そうですね、選手たちが自分をコントロールできていませんね。得意のロングシュートでしたが、ゴールネットを揺らすには至りませんでした。相手のディフェンスとしては今のシュートを見せられちゃうと次は寄せていかないと。ネイマー、このシュートを弾いた。バルセロナのコーナーキックでチャンスが続きます。ギャリー・ケーヒル、エデン・ハザール、ボールは現在 FC バルセロナ。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。フリーキックが与えられました。止めた、ボールが転がる。コーナーキックで続きます。メッシー、素晴らしいヘディング。ゴールが入りました。これは中盤がうまかったですね。中でしっかりヘディングを合わせましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。注目しましょう。ドリブルが止まりません。ポスト、ダニエル・アウベスかわしました。ガルシア狙っていった、止める、止めます。コーナーキック、チェルシー。ロングレンジのシュート、これは決まりません。ただですね、ロングレンジを持っている選手ですから、今のような形で打たせ、このファールはチェルシーですね。このカードでまたまた退場です。さらに選手が減ってしまいました。実質試合の終わりですよ。退場させるようなプレーには見えませんでしたけど、残念ですね。ここにはイニエスタがいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ラフィーニャ、
バーに当たった。エデンハザー。かわされてしまいますか。ラフィーニャ。打った。試合を振り出しに戻すチャンスでした。今のシュートが勝敗を分けるかもしれませんよ。オスカールが顔を出す。ラフィーニャ。さあメッシです。セルジオブスケース、うなってしまう気持ちも分かります。同点とはいきませんでした。ジョン・テリーが抑えます。うまくつないで、いましたが、ここでボールを失いました。メッシ強い、体をうまく使います。ボールを取った。オスカールが顔を出す。エデンハザー。ファブレガス。ラフィーニャ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ。アスピリクエタ。セスク・ファブレガス。ピケ。ボールをキープできるか。打ってきた。キーパーボールを抑えます。これでひとまず落ち着きましたね。ボールにはファブレガス。ギリギリのところに飛び込む。ラフィーニャ。エデンハザー。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。スアレス。バルセロナが入ってきました。いい形です。サイドから中央を見る。ジョルディ・アルバ、クリアしました。これは危なかった。最後のところで踏ん張りました。非常に惜しい攻撃でした。同点とはなりません。ジョルディ・アルバ決まった。貴重なゴールは終了間際の同点ゴール。さすがはバルセロナというゴールになりました。これは逆転もありえますよ。やりましたね。やっと来ましたね。この角度からも見ましょう。ついに同点に追いつきました。もうどうなるか分かりません。どうだ。シュートでしたが、これは決まりません。残念そうにしています。はい、絶好の場面でしたからね。頭も抱えますよ。チャンスになりそう。スワレ、決まった。
瞬間だ。この時間でついにというゴールを奪いましたバルセロナ。はい、あとはうまく時間を使いたいですね。あとはゴールだけという中でやっとゴールができて安心してるんじゃないですか。別の角度からご覧ください。あそこまで何をやっても決まらなかったと思われた試合ですが、終了間際に動きましたね。最後の最後でちょっと気が緩みましたかね。ここまでいい感じでやっていただけに、これは悔しいでしょう。試合終了となりました。堀池さん、今日の親善試合はいかがでしたでしょうか。そうですね、どちらのチームもしっかりとした手応えと課題をつかんだと思いますよ。